英検2級の戦略、そして勉強法、まずは型をぶち込みましょう。一番難しいですね。ただやっぱ英検の特徴として、これをやるだけでも点数ゴンって上がる人いっぱいいますから。はい、始まりました、もちつチャンネル。さあ今回は英検2級の戦略、そして勉強法について話していきたいと思います。はい、まあ英検はね、2級までは単語ゲーと言われるところですから、単語マジで大事になりますから、まあ準1、1級になるとちょっと単語だけではね、何とも言えないんですけど、2級まではとにかく単語大事なんで、ちゃんと勉強してくださいね。まあしかも大学受験用のね、単語帳でもだいぶカバーできたりするところではありますね。ちょっとまあパス単がね、簡単になっちゃったのでね、そこが残念なんです。大学受験のアシスタンだったりターゲットやってる人はきちんとやってね、でプラスで熟語を勉強してやってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。リーディングの第一問対策、まあ、完璧に取りたいんだったら、まあ、データターンのっていうアプリがね、過去問を全部載っけてくれてますので、まあ、そちらで見てみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、こんなところで単語に関してはまた後でリーディングのところで話はしますが、まず一番大事なのはとにかくライティング、もう絶対そう、これはどの級においてもそうなんですけども、ライティングは圧倒的に大事なんですよ。まあなぜかというと、全ての技能配点同じですから、同じ配点でライティング1問だけで他の技能の何問も解かなきゃいけないのと同じになるわけですよ。だからリーディングだったら38問あるわけじゃないですか。その38問とたったの1問で同じ配点ですから、そりゃライティングの1問頑張るでしょ。リスニングだったら30問あるわけですよ。その30問とたったの1問のライティング、どっちが大事って言ったら、これライティングに決まってるじゃないですか。でしかも簡単なんですよ、ライティング。非常に取りやすいとこなんで、そりゃまずはライティングです。スピーキングに関してはね、面接対策の動画出ておりますので、そちらをぜひともご覧ください。なんでまずはライティングをきちんとやります。で2級に関してはライティングとスピーキングのね、答えるやつすごく連動しているので、同時に勉強しちゃっても構いません。だから実際参考書でもライティングとスピーキングが合体している参考書とかありますからね、それぐらい連動してるんですよ。でまずは型をぶち込みましょう。これが大事。80語から100語は書かなきゃいけないんだけど、全然書けないって人いるんだけど、そんなことない。めちゃめちゃ簡単です。まず最初にトピックにね、I think 何々とか、I do not think とかね、I agree that とか、I disagree that とかっていうので、まずトピックに対して答えますね。で、その後で、あ、段落分けとかいらないですから、2級はね。たったの100語なんて段落作れない。その後に、まあほら、I have two reasons to support my opinion とかって書く人いますよね。これだけで一体どんだけ字数あるんだってわけですよ。で、その後に、first、最初の理由言いますね。で、それでまあ、その後に具体例とか言えるといいんですよね。for example 何々とか。で、second って書いて、で、二つ目の理由言って、で、またこれもね、for instance とか何でもいいんですけど、例とかが言えるといいんですよね。で、conclusion 入れて、therefore、まあ最初の方 I think で書いてあるんだったら I agree とかにして、で、I did not think で書いてあるんだったら I disagree とかにして、で、またその方のトピック書けば OK です。まあ本当だったらね、そのトピックをね、言い換えられると一番いいんですけど、そういう言い換える力ありませんだったら、そのまま書いちゃえばいいです。それでも十分な高得点きますから。だから基本的にはさ、一つ目の理由と具体例一個、二つ目の理由と具体例もう一個っていうのが書ければ大丈夫なんですよ。ただし、その4文短い文しか書けない人だったら、もしかしたら足らなくて何か足さなきゃいけないってことはありえますよ。こう思います。例えばこうです。だからこうすべきですとかって足した方が確実にその85超えるって人はいます。もう皆さんがどれだけ長い文書けるかによるんですよね。ただ優しい。非常に優しく。採点基準も非常に優しいです。で、アイデア出しに関してなんですが、まあ3つのね、こういうポイントがありますよっていうのがあるんですけど、まあそれを使わなくてもいいってなってるのが2級です。自分でアイデア出しも大丈夫です。だから、そのアイデア出しっていうのがめちゃくちゃスピーキングと連動するんですよ。同じようなもの。だからスピーキングの動画詳しくは見てもらいたいんですけど、まあ大体時間とかね、時間がかかる悪いことね、時間が節約できるいいことですよね。お金がかかる悪いことですね。お金が節約できるいいことですよね。っていうのとか、まあ環境、ね、環境にいい、環境に悪いとか、健康にいい、健康に悪いとか、やっぱ同じようなパターンで書けるんですよ。そこを練習していきましょうね。すごくないですか？たったの4文とかですよ。結構長く書ける人だったら、そのたったの4文でリーディングとかリスニングのあの30何問とかあるものと同じ配分ですよ。そりゃやる気はないでしょう。で、ちゃんと見直してくださいね。文法ミスとかで点数引かれちゃうのすごくもったいないですから、ちゃんとミスを減らすこと。注目すべきところとしては、まあ、主述の位置ね。主語と述語合ってるかどうかね。he play とかって書いちゃう人いっぱいいますよね。he plays っていう s 忘れちゃうとか、こういうの弱くありますし、時制ね。過去の話してるのに現在形、原形で書いちゃうとかっていう人いっぱいいますね。直しましょう。
って裸名詞、これが一番多いんですけど、ボーイっていうのにあ、ボーイとかボーイズっていう、これね、あとか S がつくじゃないですか。これ両方ともついてないとか、逆に不可算名詞の方にね、インフォメーションズとかって S をつけちゃうとか、こういうのってよくあるんですよ。だからこのポイントを見直せるようにしておきましょう。これがめちゃくちゃ大事。これをやるだけでも点数ゴンって上がる人いっぱいいますからね、騙されたと思ってやってみてください。で、時間配分なんですが、英作文の時間とリーディングの時間って同じ時間で行われるんですよ。じゃあ2つまとめて85分なんです。英作文優先ですよ。英作文優先ですけど、どちらかを早くできればもう片方に時間をたくさん取れるんで、だ英作文に25分使う人だったらリーディングに60分ですね。で、英作文20分で終わるよっていうんだったらリーディング65分取れるんですよ。じゃあそこをちゃんと見ておくことです。絶対英作文後に回して書けないとかならないよね。はい。だからどっちで貯金が取れるかね、必ず過去問やって確かめておいてくださいね。で、次に単語のね、あの語句とかイディオム系の問題ですが、まあ単語問題がまあ10問ぐらいで、熟語がバーッとあって、でその後に3問ぐらいが文法になってるんですけど、まあ単語は取り問です。まあどの程度まで勉強してるかによるんですけど、ちゃんと勉強してる人だったらもう高校レベルのね、単語は終わってますっていう人だったら簡単に解けます。まあそこがね、なかなか終わってないっていう人はなるべく頑張ってください。本当にそれによってリーディングもリスニングも変わるから、やっぱ知らない表現は聞こえないですからね。で、熟語はやっぱ厄介なんで、熟語帳は何かしらやっとった方がいいですね。まあ大学受験のものをやるにしても、その英検のものをやるにしても。で、文法はまあ基本的なものですね。準動詞とか、まあ関係詞とか時制とか、結構偏りはあると思うんですけど、まあまあまあ基本的な問題ですよ。なんでちゃんと勉強しているんだったら取れますんで、まあ落とさないでほしいかなと思います。もちろん文法苦手な人はね、ここが逆に取れないって人もいるんだけど、まあ一通りの文法はぜひとも終わらせておいてほしいですね。ここで落としてほしくない。だから1問1分だったら20分かかるわけですね、ここね。でもやっぱ理想はね、30秒とかで解いてね、10分以内で終わらせられるとあとあと楽です。で、続いて長文中のはダメです。で、これは必ず文脈です。絶対文脈。文法上はどの選択肢も入りますから、必ず文脈で解いてください。で、2題あって3問付き3問付きなんで、まあ2分かけたら12分ですね。6分6分で。まあ文脈なんで、まあ読まなきゃいけないので、まあ2分かかっちゃう人もいるかなと思いますが、レベルの高い人はこの半分1分で解いてほしいですね。で、最後が長文です。長文は、まあ1問2分がまあ理想。A がメール問題なんですね。これ簡単です、非常に。まあそれぞれの段落に答えありますから、めちゃくちゃ優しい。で、次に説明文があって4問ついてますね。で、また最後に説明文があって5問付きです。この5問付きのやつが一番難しいですね。で、なんで一番難しいかっていうと、英検っていうのは基本的に段落ごとに答えが出るんですね。ただ4問付きのやつって言ったら、第1段落1問目、第2段落2問目、第3段落3問目、第4段落4問目ってなるんですけど、この5問付きのやつの一番最後のやつだけは段落をまたいで答えを出しますので、複数の段落を見ないと答えがわかんない。答えのヒントがどの段落にあるかわかんない。っていうことですね。なんでここだけゴンとレベルが高いんで、まあ一応この最後の問題だけ先に見ておいて、選択肢覚えられたらいいなって思います。他のやつはもう段落ごとに読んどけばいいです。だ最後の設問だけちょっと時間がだいぶかかっちゃうんじゃないかなって思いますんで、答え見つかんなかった人何度も読み直さなきゃいけないんで、なんでここになるべく貯金を取っておきたいので、他のところでなるべく早く解いて、ここでその分余った時間をここに使えるといいなと思います。だこれだけ該当箇所にちゃんと線引いておいてください。他のやつはもう段落、それぞれの段落に答えあるんで、線引かなくてもどこだなっていうのはわかるんですけど、この最後のやつだけは絶対印つけておいてください。あ、1の回答根拠はここと矛盾しているなとかね、2は、あ、ここだなとかっていうのに印をつけとくことが大事です。続いてリスニング30問ですね。やっぱ会話問題の方が解けるっていう人が多いですね。ただやっぱ英検の特徴として設問が書かれてないっていうのが特徴なんで、選択肢だけなんですよね。ただやっぱ選択肢先読みできていればですね、大体想像がつきます。あ、設問これだろうなってもう分かってる状況なんで、もう自分自身はもう設問が読まれる前に、あ、これだなってやって、もう次の設問の先読みしてます。まあ大体予想できるんですよ。だからまあもう聞こえない人はね、もうリスニングの訓練をしなきゃいけないし、表現を覚えなきゃいけないんですけど、聞こえる人は過去問やってどういう設問のパターンがあるのかをちゃんと身につけておきましょう。それだけでむちゃくちゃ簡単です。パート2の方が難しいんだよね。やっぱ一人の人が読む方がね、場面がね、思い浮かべづらいんですよ。で、単語のレベルとかも考えてもやっぱ2の方が難しいです。なんでリスニングっていうのは状況を思い浮かべてもらうっていうのがすごく大事なんですね。そうすると頭に入るっていうのが多いんだけど、なかなかここが難しいっていうところなんですよね。読解力や語彙力がないと、なかなかここのリスニングは解けないって感じですね。ただまあ慣れも大事なんでね、ぜひとも
その力身につけましょう。はい、という感じでしたが、まずまあ単語が大事だよ。そしてライティング一問でがっつり取れるように頑張りましょう。ここのドーピングがすごい来てきますからね。とにかく直前期はライティングです。その後でこのリーディングとかね、リスニングね、パターンだったり単語どれだけ入れられるかっていうのが大事になってきますんで、それやってぜひとも合格勝ち取ってください。はい、この動画良かったと思ったら高評価とね、チャンネル登録を絶対してくださいね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。